魔女と百鬼兵には日本一ソフトウェアより2017年2月23日に発売されたプレイステーション4用ゲームソフト。2013年にプレイステーション3で発売され、2015年には PS4 でリメイクされたアクション RPG 魔女と百鬼兵の続編。2015年の PS4 版魔女と百鬼兵リバイバル発表時にアナウンスされていた。 魔女と百鬼兵の魔女、メタリカの物語は、前作で完結しているため、魔女をはじめとしたキャラクターは、入れ替わり、新しいストーリーとなる。BD-ROM で発売される、通常版、プレイステーションストアでのダウンロード版、特典を同梱した、初回限定版の3つの形態で発売される。2017年5月25日に、セガゲームスより、反対中文字幕版が、台湾。 香港、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムの8カ国、地域で発売。毛腹の世界には魔女病といわれる不治の病が発生していた。若い少女のみが発症する。この病にかかったものはやがて額に第3の目が現れ、それが開いた時魔女として覚醒する。そして魔女となったものは恐ろしい魔力により、周囲にとてつもない被害を与える。 ケバラに住む人々は、バイスリッターという組織を作り、魔女に対抗していた。このバイスリッターに所属する、アマリエとその妹、ミルムも魔女によって、親を亡くした姉妹だった。しかし、ある時妹のミルムが魔女病にかかり、魔女チェルカとして覚醒してしまう。ありがとうございます。